アンジェロ・ディリー・ビオはイタリア・ローマ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。テクニックはそれほどないが、ソルダティーノと言われるような攻守に貢献する泥臭いプレーでファンの支持を集めた。1981年に地元エース・ローマでサッカー選手としてのキャリアをスタートさせると、その後はカブリーグを渡り歩き、1993から1994シーズンからは、 セリエ A のユベントス FC でプレー。1995年9月6日のスロベニア戦で代表デビューを飾った。1993年にトラパットーニに見出され、ユベントスに移籍。公認の立派監督からの信頼も厚く、派手な存在ではなく、特筆したテクニックはないが、運動量も多く、正確な彼の左右のクロスからは、チームの多くのチャンスが生まれていた。 1994から95シーズン、第4節のサンプドリア戦で、セリー AA 初ゴールを記録するなど、チームのリーグ優勝に貢献した。また、1995から96シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグの優勝、翌シーズンは、トヨタカップの優勝に貢献。1997から98シーズンには、再びリーグ制覇に貢献した。 1999から2000シーズンから、トリチェッリと共に、ユベントスの宿敵、フィオレンティーナに移籍。2000から01シーズンには、コパイタリア優勝に貢献したが、2001から02シーズン、首相を務め奮闘したがチームは、セリエ B 降格が決定、チームは破産、セリエ C に降格というペナルティを課せられた。このため、エンリコ・キエーザ、 ヌーのゴメスら主力選手はほとんどの移籍したが、ローマ、ブレッシア、フルハムからのオファーを断り、ただ同然の年俸で残留。1年でのセリエ B 復帰に貢献し、さらにセリエ B でプレーした2003から04、シーズンでは引退してもおかしくないほどの大怪我を追いながら過酷なリハビリの後に復帰。プレーオフを経てのセリエ A 復帰に貢献した。 セリエ A 復帰を果たした2004から05シーズンでは、会に低迷するチームにあって、精神的支柱として、チームを支え、降格をかけたシーズン最終戦では、全世紀を彷彿とさせるプレーを披露。残留の原動力となった。ディリー・ビオは翌シーズンも契約延長を希望していたが、フィオレンティーナ側との交渉がまとまらず、契約を拒否される形となり、引退を表明した。 引退後は、エースローマのユースチームのコーチとして、更新の指導に当たっていた、1995年9月6日、スロベニア戦にてデビュー。通算成績は40試合出場0得点。ありがとうございます。